ちょうど今日で4回目なので、真ん中折り返しということで、特に今日実技をきちっとやりたい、きちっとというか、一旦仕上げたいなと思ってまして、でここでですね、実際にこのやる学ぶ技術と実際に使う技術の違いっていうのをちょっと説明したいね。で大体なんとなくこう手応えも感じてもらってますし、メルマガでも送らせてもらいましたけど、何気にこう不安を感じる時期でもあると、まあ、いうふうに思うわけです。で朝ちなみさんからもお話しいただいたんですけども、どんな不安を皆さん抱えてらっしゃるんですかっていうことなんですけども、まあ、なんとなくこう、あ、この業界はこんな感じだなっていうのが見えてきた。で、あ、学んでいけば、あ、やっていけるんだなと。で、実行すればやっていけるんだなっていう感覚は身についてもらってると思うんです。で、東洋医学の話とか、理論的なものも、あ、ここを学べばいいんだなっていうことが、なんとなく分かってもらったと思うんですね。あ、ちょっとやっぱり違うことを教えてくれるんだなっていうのを見てもらえたかなと思います。で、また日本ボディケア学院にはいっぱいいろんなやり方があって、いろんな方法があるんだなっていうふうに見てもらってたと思うんですが、まあ、でもこれをどうやって活用していったらいいのかなっていう不安も出てくると思うんです。で、それぞれの方向性も、あ、こっちも面白いし、こっちもいいし、こんな感じもいいのかなって見えてもらったと思いますんで、で、この真ん中ぐらいでですね、その方向性をちょっとまた定めてもらいたいなというのが一つ。それと大事なことは、理論はやっぱり大事だなって感じてもらったと思いますし、あ、本物っていうか、あ、こういうことをちゃんと学びたかったんだと思ってもらったと思うんですが、実はですね、ここでこのビジネスをする時にはですね、その理論も大事なんだけど、実際それをどう使うかっていうのがすごく重要になってく、るんです。で、これを注意しないと、こう学者さんになってしまう人がいるんですよ。まあ、理論ばっかり勉強して、実際稼げないというふうになっても困ります。で、反対に実技ばっかりやって理論すっからかんっていうのも困ります。これは両方をすごく大事なことなんです。両方を抑えないといけない。でも学者になる必要は全くないです。すっからかんのままではダメだってことですね。これをいかにですね、自分の中でこうまとめていくかっていうのがポイントになります。なので今日実技をやる中でですね、本当にこう実はこれが一番稼げるんだっていうのを教えたいと思います。その練習をしたいと思うんです。それを知るために、今の世の中の状態、世の中の状況をしっかり把握するっていうことです。今日は2018年の1月7日の七夕ですけどね、まあ、七夕って大体天気悪いですけどね、今日はもしかしたらいいかもしれない日ですね、で、ここでですね、その2018年7月7日の今の現状、日本の現状、世界の現状を知り、そして我々の業界の現状を知るっていうことです。その中でどうやっていくか。で、世界経済なんて我々に関係ないように思うけど、実は関係してるんで、すごく。そういうことをですね、先を見て、やっぱりやっていくっていうのが、とても大事だと思います。で、私はもちろん政治家でもないし、経済を専門的に勉強したわけでもないんですけども、やはり世界の状況を見て、次の手を打って今何をするかを考えるというのはすごい大事なことだと思います。で、今一番大きなポイントになっているのが、やっぱりアメリカと北朝鮮がちょっとこう仲良くなりかけているということですよね。まあ、その中で日本も関わってるんですけど、日本はいろんなことをアメリカにお願いしている分、これからいろんなものをまたアメリカから注文を受けて、またミサイル買ったりなんかそういうのを買わされると思うんですけども、どんどん税金がそっちに流れていきますんで、で、我々のところはどうやっていったらいいのかなっていうのをこうまた考えていかなければならないと思います。で、ますますやっぱり一般国民はやりにくくなるかなという感じですね。で、締め付けがやっぱりどんどんひどくなってくるかなと思います。まあ、そんな中で今日本はデフレです。どんどんこう価格が安くなってる。で、なんとなく食べに行っても怪しいなと、こんな500円でこんなに美味しいな定食が食べれるんだって喜んでるけども、実際その500円になってるっていうことは誰かが負担をしてるわけですよ。で、多くはその店の方々が負担をしてるわけですよね。なぜそうなってるかというと、他の店もどんどん安売りしてるからです。安売りしてるから自分も安売りをしないとやっていけないからです。それが普通のビジネスです。で、いくら我々は違うんだと言ってもですね、やっぱり安売りには勝てないんですよ。
で安売りやるのが一番簡単なんで、一人がやりだしたらみんな安売りにやっていきますから、これからそれがもっと加速されてきます。でそうなってくると我々の業界ももっと安売りになってきます。今マッサージでも1時間2980円ってなってますけど、それはもっと加速されてくると思います。で1時間1980円でやってるところも出てきてるぐらいですから、そしたら多くの方はやっぱりそっちに流れるんですよ。でそれが次第にスタンダードになっていく。で吉野家の牛丼は360円だったかな、そうなんですけど、昔牛丼って言ったら高級の丼ですよ、うん、普通卵丼があって親子丼があって他人丼があって天丼があって、その上に牛丼ですよ。で一番高級やったんですよ。知ってます？知ってる、はい、うん、牛丼って高かったんですよ。でも吉野家の牛丼が出てきてからものすごく牛丼で安くなっちゃったんですよ。だから昔から牛丼専門店でやってるっていうところあるんですけど、そういうところはあんまり人来ないですよ、うん、で赤坂にあるんですよ、美味しい昔からの牛丼屋ね。それ2200円ぐらいするんですけど、美味しいんですけど、もう私みたいにもう小さい頃から吉野家の牛丼食べてるから、その2000円食べても吉野家の牛丼の方が美味しいなって感じるんですよ、うん、恐ろしいもんですよ、うん、だからどんどんデフレになって安くなっていくと、1時間1980円2980円も当たり前になってくるっていうことなんですよ。やっぱりそれをやっぱり我々は知っておく必要があるということです。でも我々は絶対安売りしてはいけないです。安売りしたらもう絶対未来はないですから、じゃあその中で自分が高額を取っていくにはどうしていくかってことです。高額の施術料金をもらうためには、高額の施術料金を払ってくれる人たちをどこにいるかを知ることです。そしてそういう人たちがどこにいるのか、そしてその人たちにアプローチしていくっていうことに力を注がないといけないです。そしてそういう人たちに来てもらって、そういう人たちをお客さんにするには、自分もレベルを高めていくってことです。でいつも言うようにミラーニューロンと私は言っていますけども、その例えばお金持ちの人をお客さんにしよう、1時間1万円2万円払ってくれるお客さんに、そういう人をお客さんにしようとするためには、自分もそのお客さんの相手ができるような人間になっておかないといけないということです。だからそういうためには、私たちはミラーニューロンがいつも私言ってるように、そういう人たちを相手にするには、そういう人たちの思考というのを知るということです。だからそういう人たちがやっているところ、食べているもの、着ているもの、勉強していることを知ることです。その人たちと同じことはできないですよ。そんなことやったらえらいことになりますから。じゃなくて、何をしているのか、どんなものを着ているのか、どんなものを見ているのか、どんな本を読んでいるのか、どんなものを食べているのか、そういうところを垣間見ることは必要です。そうやってその考え方、その方たちと話ができるような人間になっておかないと、1時間2万円の技術をマスターしたとしても、それを受けに来てくれた人が来たとしても、その人たちと話を合わすことができなければ、その人たちは次は来ないです。だから何を言いたいかというと、そういう場はどこにあるのかをよく調べてください。そして自分の周りにそういう人がいるのかどうかを見てください。いればそういう人たちとお付き合いする時間を増やしてください。ちょっとひどい言い方かもしれませんけども、そういう方たちと会う時間を捻出するように努力してください。そうすることによって、高額のお客さんが来た時に対応することができます。そのチャンスを逃してはいけないです。そしてそういうことが分かってくると、大勢の中にいる人が、大勢の中、例えばこれから皆さんにやってもらった勉強会とかセミナーとか開催してもらった時に、1回3000円のセミナー、もしくは無料のセミナーやっても、その中にそういう人が紛れてる可能性はあります。その人に、あ、この人だったら大丈夫と思って声をかけてもらうようにしておかないと、せっかくこれから1時間2万円ぐらい払ってくれるお客さんが来ても、ちょっとここは違うねと思われたら、声はかけてもらえないということです。まずは一般大衆を、一般大衆に目的に人を集めなければならないです。
最初から高額を払ってくれるお客さんを集めることはまず不可能です。まずは広く網を張るって感じです。その中にタイも混じってる、うん、ってことです。そのタイにあこの方だったら食べられてもいいと思われるようにしておかないといけないってことです、うん、一般大衆を集めるがあまり一般大衆に好かれるようなことをやっちゃうとタイは来ないですよ、うん、もうそういうビジネスモデルなんで我々はバーンと網を張ってジャコを集めても意味ないですよ。ジャコに来てもらったらこんなこと悪いけどジャコとかタイとか分かりやすいと思って言ってますんでね、あのぜひそこはこう考慮してもらいたいですけども、そういうジャコを集めたらジャコは安いですよ。それを自分で一人でやったら大変なことです。頑張るけども利益は上がらないです。一番大事なことは年収をアップさせることじゃないです。年収をアップさせるということです。月額いくら上げても、月額1000万上げたとしても経費に999万円かかってたら意味がないです、うん、意味がないとは言わないです。これはまた別のやり方があるから、年収を上げることによって銀行から金を引き出すことができますから、それは可能です。今あの安いですから金利が、うん、でもそれはやっぱりずっとそういうやり方になります。それよりも、それはもう昔のやり方です。今はやっぱり年収です。自分の純利益を上げるっていうこと、そこにやっぱりフォーカスを当てるべきだと思います。なので、そういう安い人をいっぱい集めて、ガーッと一時上がっていたとしても、実質何も残らない。しかも自分の体は大変ですね。で人を雇うっていうのも OK ですけども、人を雇うのは雇うのでまた大変なので、私はそんなにあのマックスで20人ぐらいしか雇ったことないんで、そんなに大きな人数を雇うっていうアドバイスはできませんが、20人ぐらいでも大変です、うん、でもともとやっぱりこのビジネスモデルっていうのはできる限り少人数制でやって利益を上げていくことだと私は思ってます。ただ一つその自分のビジネスを作り上げて売るっていうのもあります。バイアウトって言いますけど、それを狙ってるんだったらそれ OK です、うん、自分でこう作り上げてこう人を集めて、安いのも高いのも含めて、安い人でも構わないです、ボーンと集めて、でリストを持って住所をもらってて仕組みを作っていたらそれ売るっていうことも OK なんで、それを目指してるんだったらそれ OK だと思います。結構売るっていうのは結構大変ですよ、うん、その残された人からやっぱりこう恨みを買うっていうのがやっぱあるんで、それは結構怖いですね。でその今度買ってくれた人たちが以前と同じような待遇してくれたらいいですけども、それはしてくれないですよ、うん、私の友人で大きな会社でやってて、そこにいてたんですけど、そのトップぐらいだったんですけど、あの買収されて行ったらもういじめ倒されて辞めました、うん、ものすごいあの努力家の男で、あのこいつには勝てんなあいうぐらいのやつですよ。私ももう学生もう小学校から知ってますから、ものすごい努力して、あのそんなお家も裕福なお家ではなかったんですけど、自分でアルバイトしながら勉強してで頑張ってきた男で、あの根性のある男なんですけど、その彼がですねストレスで歯が2本抜けたんですよ。いじめ倒されてもう自殺しそうになって、もうやめとけってやめさせたんですよね。それぐらいえぐいですよ、うん、でどんどんやめさすんですよ。昔のこう勝った方がこう買いますよね。でここの幹部をやめさせるんですよ、スポスポスポって言うかって。けどしかも合法的にやめさせますからね、やっぱり、うん、やめろやめなさいとは言わないですよ、うん、もう自ら辞めるような感じに持っていって辞めさせるっていう、ものすごい巧みな技ですよ、うん、すごいですよ。だからやっぱりそういうだからそこの創業者の社長はものすごい尊敬されたけど、もう今やもうボロカスですよ、泣いてますよ、うん、創業者は、うん、
自分が育てた子たちがいじめまぐられて辞めさされて、うん、そんな感じですね、うん、だからまあ非常にやっぱり厳しい、まあ、それがまあビジネスですけども、まあそういうこともまあビジネスの中ではありです、うん、それが言い悪いは別ですよ。このオーナーが私は悪いとは言わない、これも一つの生きる道ですから、うん、で私の友人はそこに巻き込まれたいう感じですね、うん、まあまあそういうのもあるので、まあでも基本私たちが目指すのは私はここだと思ってますので、このために何をするかというと、やはり高額のお客さんを集めることをやるということですね、うん、そのために自分をもっと磨いていく、まあまあまあ皆さんきちっとされてるんで問題ないですけども、さらにそういう方々と対応できるように自分のレベルも上げていくということが必要です。そのためにはこのボディケアの技術と知識をまずしっかり学ぶということと、自分自身もですね、まあ、さらにレベルアップしていくということが大切です。そしてそういうアッパークラスの方に認めてもらうために一番重要なことはやっぱり自分の考え方ですね。自分のビジネスのその目的、なぜこの仕事をしているのかっていうことを明確に訴えることが必要です。そういうことをここでもう一度考えてもらいたいなと思います。で、今後私はこうやっていくんですっていうことをちゃんと伝えることができるようにするということですね。そこについてもう一回考えてもらいたいと思います。そしてその技術をさらに深めていくともちろん大事ですけども、でもその実際の現場では何をするかというと、一番最初はお客さんに好かれることなんですよ。好きになってもらうこと、好きになってもらうための技術の練習、それを今日ちょっとやってみたいなと、思ってます。それを今日練習ちょっとお伝えしたいと思ってます。